社法投資は問題演習。今回の動画の目的は3つあります。1つ目、社法投資のいろんな問題に慣れていくっていうこと。2つ目、数値の問題をこれまでやってきたんだけど、今回は文字でやっていくっていう練習をやっていく。3つ目のポイントは、サインコサインを使った解法もちょっとチャレンジしてみましょう。これまでの表を使った計算もやっていきますが、そちらも練習していきましょう。というのが今回の主な目的3つです。そしてこの動画はシリーズになっているんで、概要欄の再生リストから、順番に見ていくことをお勧めします。まだ見てない方は。それを見ているという前提で解説をしていきます。そして、この動画の使い方なんですが、もう見てきている人は、まず問題をノートに移してください。はい、どうぞ。移した人は続き見てください。移しましたね。そして、自力でまず解いてみてください。で、全然わかんねえわーっていう人は、解説を見ながら一緒に解いていきましょう。解説をちょっとでも見て解いた問題は、できなかった問題ですから、もう一度自力でできるかやってみてください。いいですか？解説を見ずにできた人は、丸付きをしてもらって、解説を聞いた後ね、丸付きをしてもらって、できた問題はできた印をしといてください。いいですかね。はい。まずは問題文移しましたね。移したら四角かなんかで囲って繰り返しできるようにね、目立つようにしといてください。OK ですか？では、解説をしていきます。まず問題の状況は読んだ通りです。斜めに投げていって、最高点の高さや落下点の距離が知りたいという問題。そしてポイント、これまでやった通りですね。一応おさらいしていきましょう。1個目のポイント、斜方投射というのは、水平方向は何運動？等速運動と一緒だったね。鉛直方向は何運動と一緒なの？そう、鉛直投げ上げと一緒だったね。ポイントの2つ目、正斜 A を用いて、どちらの方向に注目するかを考えるんだったね。さあ、早速やっていこう。よいしょ。はい。まず、それをやっていく前に、初速度の分解からいこうか。はい。初速度は斜めなんで、はい、こちら方向。ね。これに垂直な方向に Y 軸を取ります。水平の方向には X 軸。動き出す方向に X 軸。鉛直に動き出す方向に、まず Y 軸を取るというのが一つ目です。そして、そちらの軸に垂線を下ろします。垂線を下ろしたら、垂線を下ろしたところまで、よいしょ。分解した矢印を書きました。そして、こちらの初速度がいくらなのか、水平、初速度の水平成分は、サイン、コサインを使っていきますよ。はい。余弦、これは、こちらが正弦で、こちら余弦ですから、余弦は斜辺コサインシータでしたね。今はコサイン30度。コサイン30度は2分のルート3だった。だからこれは2分のルート3 V0。これが初速度の水平成分だ。次、こちらシータの向かい側、角の向かい側なんで正弦だね。正弦は斜辺サインシータだった。今は斜辺の長さかけるサイン30度。サイン30度は、そう、2分の1。だからこれは2分の V0 だった。先生、まだサインコサイン習ってないよっていう人。そんな人は、この三角形が1対2対ルート3の三角形であることに注目する。余弦、この水平成分の長さは2に対してルート3なんだから V0、斜辺の長さの2分のルート3倍になる。こちら、鉛直成分、初速度の鉛直成分は2に対して1なんだから V0、この2の長さのね、V0 の2分の1倍の長さになる。いいですね。どちらの方法でもいける。でもね、もう皆さんはサインコサイン習った人はサインコサインを使ってやっていく練習をしていってください。はい。そして次、もうここからいつも通りですが、ちゃんと解説をしていきます。最高点と言われたら、水平方向、鉛直方向、どちらに注目するかだよね。はい、皆さん、これ、ここから投げて、こうね、飛んでったとしましょう。水平方向の映った影見ますよ。最高点になったら最高点でね。
はい、どこが最高かわかんないですね。延長方向に注目しますよ。最高点になったら最高って言ってね。はい、この辺で最高になりましたね。延直方向に注目すると良さそうだ。はい、最高点は延直方向に注目する。延直方向は何運動ですか？そう、延直投げ上げと同じ運動だったね。ということでこうやる。動き出した方向に Y 軸を取ります。前にいたいところが0秒、そこが原点 O です。原点 O です。よいしょ。後にいた時刻、最高点が T、 今最高点の時刻は T1。 はい、前の速度が V0、 後の速度が V、 後の位置これが Y ですね。はい、そして加速度 N です。加速度はマイナス G です。はい、そして V0 は延直方向の初速度の成分だから2分の V0 が入ります。そして後の速度 V というのは0です。うん、なんで0なんですかって言われたら、これは最高点だからだよね。はい、そして私たちが求めたいもの、二重線を引いていきましょう。 T1 が知りたい、そして Y が知りたい。ちなみに Y は後々高さ H という形になりますね。だから H の方に二重線引いておきましょうか。はい、そしてあとは公式を使って解いていけばいいということになっていきます。公式3つありましたね。はい、そしてそれ公式に代入していって、まずは時刻 T1 を求めていこう。そうするとこのようにしてなります。次に最高点の高さはこの Y イコールの公式に T1 を代入していけばいい。そうすると計算していくとこのようにしてなります。計算でちょっと省略してますが、落ち着いてやってください。必ずできます。さあ、最高点について分かっていきました。次、落下点について考えていきましょう。さあ、落下点は何方向に注目したらいいかですね。はい、皆さん水平方向の影ありますよ。落下したと思ったら落下って言ってね。はい、わからないですね。次、延直方向の、動きだけやりますよ。落下したと思ったら落下って言ってね。ここ地面ね、ビューン。はい、落下しましたね。ということで延直方向に注目です。延直方向に注目。動き出した方向が Y 軸、前の位置原点 O、 後の位置は落ちてくるところなんで、ここが Y です。後の位置 Y、 前の物体、そして後の物体がここに来ます。前の時刻0秒、後の時刻 T、 前の速度 V0、 初速度 V0、 後の速度 V、 加速度 A、 加速度は今マイナス G、 初速度は2分の V0、 後の時刻が T イコール T2、 T2 が知りたいから二重線、後の速度 V、 これは分かりませんので一重線。はい、という状況です。私たちはまず T2 が知りたい。そうするとこの Y イコールの公式を使ってそれぞれ代入していって、そして T2 について求める。計算のポイントは T2 でくくることでしたね。 T2 で割ってはいけません。なんでですか？そう、 T2 が0の時割れないからですね。はい、そうすると T2 でくくってあげると2つ解が出てくる。当然0秒っていうのは投げた瞬間、私たちは0秒以降 T2 大なり0の答えが知りたい。だから T2 イコールとこちらがね、つまりこの括弧の中身ですよね。はい、ここが0になるとね、あ、間違えた、こっちですね。はい、こちらが0になる、まあ、もしくはこちらが0になるんですよね。二次方程式を解くと、そしてこの括弧の中が0になる方の答えが私たちが知りたい方だ。そして T2 を求めてあげるとこのようにしてなる。いいですね。これ別解も教えたと思うんですが、別解は
この最高点まで2秒かかったら落ちてくるまでも2秒だよ。最高点まで10秒かかったら落ちてくるまでも10秒だよ。つまり生き死に、上がる時にかかった時間と落ちる時にかかった時間は等しいんだよね、投げ上げの時は。っていうことは T2 というのは2倍の T1 だよ。はい、 T2 というのは2倍の T1 だよ。この関係を知っていたらもういきなり答えが出てくるわけだ。次、水平距離が知りたい。水平距離は、そう、水平方向は何運動だったっけ？そう、水平方向は等速運動だった。等速運動で使える公式は唯一一つだったね。何イコール何かける何ですか？距離イコール？そう、速さかける時間だったね。ということで、水平方向は等速運動。距離イコール速さかける時間を使う。そうすると、水平方向の速さは2分のルート 3V0、 さっき求めたね、かける落ちてくるまでの時間、計算するとこのようにしてなる。さあどうですか、文字になって難しい感じがするかもしれないですが大丈夫だったでしょうか。そして、初速度の分解、サインコサインを使った方法、ね、サインコサインが分かっていたらしっかりできたんではないでしょうか。まだもう1問、あともう2問ね、この文字を使った計算練習やっていきますんで、ぜひ最後までチャレンジしてください。今回できたよっていう人は次の問題何も見ずにできるかチャレンジしてみてくださいね。以上、お疲れ様でした。